秋のミニバラは春のミニバラの2倍長く咲いてくれるんですよ。こんにちは、花相人の小関純子です。今週の花つばミニバラです。秋のミニバラ、春のミニバラと比べて色がとても鮮やか。花の咲いている期間も長いんですよ。もう一ついい点、春より病気にかかりにくいです。お買い求めになられたら、このね、ビニールのこれスリーブを外していただいて、そしたらこのまま寄せ植えにしないで植えられる方、なるべく早めにこのね、根っこはあまり切らないように土だけ落として培養土に植え替えてあげてくださいね。結構このミニバラね、ふかんふかんなピートモスという土に植えてあることが多いので、カラカラにしたり水が染みにくくなったりしますよ。スリーブを外した時にこのようにクラン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 になる子は、植えた時に株元をしっかり押さえてクランクランしないように止めてくださいね。下の方の黄色い葉っぱを取ってあげると、より病気にならないで元気に咲いてくれますよ。だいたい20日くらい一つのお花が咲いてくれるんだけどね、20日くらいその先、もうね、クリスマスシーズンです。その時はもうあんまり花が上がってこないので、このお花が終わったらもうこれくらい5センチか、まあ、2センチから5センチくらいのところでバチーンと切ってやると、春になると元気な芽がぐっと伸びていいお花が咲きますよ。寄せ植えに使うときはそのね、株見ていただいて、元気そうな株なら分けて使っても大丈夫です。花相人ではこのような寄せ植え、ギャザリングのレッスン、オーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花相人の小関純子でした。またね。来週の花つばは冬から春に向かって咲くお花をご紹介しますね。お楽しみに。